はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、私は喜多方くるみ、よろしくね。スターホースポケット、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。農園で収穫できるわよ。さあ、プレゼントが届いてるわよ。ガチャ。サイレンスガチャっていうのがありますね。ブライアンズタイムやトニービーンもあるのか。ノーザンテイストすごいな。このように有名馬のガチャがあります。ノーザンテイスト、あと世界で活躍した日本馬、サーディ、おっと、ミセサール来た。何が来る？ディアドラだ。これは初登場ですね、多分。やりました。もう一回引きましょう。金の飛品丸像が来た。さあ、プレゼントです。知ってるかしら。たくさんありますね。ギニーってなんだろう。さあ、今週は刀アラビアン。もう2週ぐらい休んどこうかな。そういえば美咲ちゃん数学は得意よ。ちょっと聞いてよ。さあ入球。さあ、SWBC も出れますし、WBC も出れます。戦績は、高安が1着したばかりです。今回は WBC かな。気合い十分ね。人参。ダートで強め。いい感じだわ。あ、
と人参。いい感じだわ。何かよ。状態がそんなに良くないですね。状態を戻さないと。パートナー調教、勝負根性が上がるが、勝負根性いい感じじゃない。調教だ。嬉しそうね。ムランドの参照か。クエスト達成よ。何でしょうね。これはムーランドロン参照はマイルか。距離はちょっと短いからな。あと凱旋門賞や天皇賞秋なんかもあるんだよな。凱旋門賞出たいからな、できれば。これですね。がびっくり。506キロか。さあまた結果は後で。ではまた。はい、結果が出ましたのでやっていきましょう。サバ人気か。ただいまより投票受付を開始します。どうも一等バイファイトザブルーっていうのがすごくこれが強そうですね。ルメール騎乗。一番の歴史を持つワールドブリーダーズカップターフ、今年もまた新たな1ページが刻まれます。ディスタンスの最高峰ワールドブリーダーズカップターフ、ちょっとばらついたスタートだ。8番ファイトザブルー、それから5番クルソー、この辺りが出遅れました。先頭に立つのは何か。9番イブンベイが上がってまいりました。7番金色の馬体シャルルバーヌであります。その外スーッとエクラールが上がっていきました。その後ろ3馬身くらいあって10番タイガーヒル、オムラギュランがそのうちにいます。そして6番手にクルソーであります。それから足毛の馬体キキカステナ2号、外を通りまして11番ストームミルホーム、そして内からは4番カタナアラビアン、1番エアドクター、そしてその後ろからコタシャン、8番ファイトザブルー。さあ前の方はどうなっているのか。順位が入れ替わっておりまして、先頭はエクラールであります。そのうちにイブンベイ、シャルルバーニ、ちょっと離れて10番タイガーヒルであります。そしてそのうちにオムラグラン、5番ルソー、ファーイースト名物のブリーダーズブリッジ12頭が差し掛かります。
佐賀市ランテ3番ハッセナンゴ、その外にストーミングホーム、今日も勝利をつかんだ片野アラビアンと武豊騎手、エアドクター、それから2番コタシャーン、1番人気のハイドジャブルーは後ろからという展開であります。先頭を行く12番ヘクラール、4分の1馬身リード。さあ、残すは直線勝負、最後の舞台に駒を進めるのはどの馬か。先頭を行くピンクの帽子はヘクラール、サブルマーニー懸命に追う、雪が飛んだ武豊と旗のアラビアン、先頭ウィンダーとヘクラール、イブンレイかわすかかわすか、旗のアラビアン捉えられるか、前の馬イブンレイがかわした、ハイドガブルーも差を決めてきている、大外から強襲、ハイドガブルー、旗のアラビアン、ここで先頭に追いかけて、旗のアラビアン、やったやった、 SWBC への夢が広がり、獲得賞金は6000枚突破。見事やりました。なかなかやるじゃない。1着、4番、8番、3着、6番、 WBC2 勝目です。まだまだ次があるわよ。クエスト達成よ。WBC プレゼントが届いてるわよ。勝利クエストということで、シホバおもちゃチケットって書いてますね。お、そうか、一回だけ引けるのか。で、誰や。15回ガチャ引きましょう。お、また SSR だ。さあ、何が SSR なのか。さあ、これだ。電子光、今回は初ゲットではないでしょうか。2枚目ですね、これで。リアドアイ続きまして、クエスト達成よ。5000ゴールドもゲットです。知ってるかしら。すごいですね、この辺は。そういえば何か用？はい、見事 WBC タフを制覇しました。これ WBC タフ2勝目ですね。つけば9月の4週なので、あ、これは凱旋門賞間に合わないな。ということで、何かSWBCにするか、それとも
まあ、秋競馬ですね。秋競馬にチャレンジしたいと思いますので、秋競馬を何にするかというのはちょっとまた考えます。ジャパンカップとかもありかな。ぜひこの後も応援よろしくお願いします。はい、もしよろしければこの動画お気に入りましたらチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。お、C 機種がちょっと聞いてよ、調教師試験合格ですね。これから調教師として頑張っていくってことですね。さあ、果たしてこれからこのままどうなるのか期待したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。